大事な多肉ほど枯れて、いい加減というか適当にしてる多肉ほど元気がいいとかね、まあ、よくある多肉植物の育成あるあるですけど、出ました。これ不死鳥すごいです。これは駐車場のね、こうコンクリートとコンクリートの間にあるこう目地というかね、そこなんですけど、土とかほとんどないんやけど、こういう風に見てください。これ駐車場だから、たまに上をこう車がね、タイヤがこう通ったりするんやけど、それでもこれですよ、ね、すごい気持ち悪いよな。これこう葉っぱのね、この周りにこう種がついて飛んでいくんですよね。まあそういった中でね、ここにこうセダムもありますけど、はい、すごい、まともに育ててない、肥料どころでもないんやけど、こんな感じ、いつの間にか伸びてる、それが不死鳥ですね。でそういった中でもね、量を見てみるとこういう風に、見てください、これはいい紅ちごなんですけどね、でこれがやっぱね、葉っぱかなんか落ちたんでしょうね、うん、それがこういう感じでね、はい、花もね咲かせてます。こういったやつ後でね、助けていこうかなと思います。不死鳥はどうするんだって言われそうですけど、このままかな、もっと広がってくるでしょうね。雑草が入るよりいいかもしれんけど、まあ微妙なとこですね。まあね、不死鳥と変わらないように、強いのがこのねルビーネックレス。こういう風にね、ピンキーがこれ埋まってるんで、後でちょっとこれカットしてね、ピンキー助けないと。ここもそうね、エキュベリアがこんな感じで、見てくれ、これ埋まってしまってるんで、これもちょっとねカットしてあげないと。けどカットしてもまたすぐ伸びるけんね。ここら辺もそうですよ、ここら辺もだんだん埋まってる。せめてね、太陽が当たるようにはこうちょっとしていかないとですね。ここも埋まっちゃうやろうな、ね、ここも水よく吸ってるからプリプリ、このね吸ってないとこういう感じね、紫色というかこういう色になりますけど、水吸ってる時はこういう感じやな。うわ、センペルが、まあけどセンペルもあれかな、水をよく吸ってるかな、なんかいい感じやな、うん、やっぱ俺あれやな、センペルビーム育てるには俺やっぱちょっと水不足なんやな、うん、やっぱある程度ちょっと、うん、水がないとダメかもしれん。うわ、アジュガとかライムとかもね、ずいぶんね大きくなってきました、かなりね。よかった、ここで分けといて、ここでね分けといてよかったです。これ多肉とまた一緒やったらね、それはそれでまたこれとか伸びてきてますからね、上にね、下からこうね、まあランダーではないんやけど伸びてきてる。ちょっとね、うん、これルビでなんとかしないと、はい、他のをね圧迫しそうです。こっちもそうなんやな。あ、そういう意味ではこうセダムもね元気がいい。うわ、これとかね、ちょっと怪しいね、怪しいね、こんなもちょっとカットしないといけないね。ここもそう、トップシーダービーっていうか、これがこう完全に埋まってるね。元気なのはいいけどね、元気なのはいいけど、他のは、これは八千はこうね高さがあるから逃れてるけど、低いこういうやつのはわ、だからちょっとやられてるな、やっぱ
あり、ね、こんな感じ。ここは今度ほらグリグリが圧迫されてる、すごい。やっぱあれやな、ルビーネックレスと不死鳥が、これが2強かな、一番強い。そんな感じですね。ゴールデンウィークにいろいろこう草むしりをねしたんですけどね、その中でこうねポッと何かの時にこうね、落ちたんでしょうね。こんな、はい、用土とはいえね、普通のね庭のこれマサドやな、マサドの上でもこんな感じでルミネがねやっぱり成長していく。セダムもねこういう感じです。セダムも一定の条件があるとねやっぱ強い。あ、でこれもそう、これ今度ほらさっきもありましたけどベニチゴね、ベニチゴやだから強いですね。サシギでもねやっぱこう増えていくしですね。あ、サシギじゃない、あのハザシ。あ、ここにもある、ここにもある、ここにもある、ほら、うわ強い。このベニチゴの強さはおすすめですけどね、ね、この強さはおすすめ、可愛いしですね。不死鳥はねどうかなっていう。でこれもまたすごい、これですね、これ捨て忘れてたよね多分。 あれをあのミソラオコ、これだ、根っこで、根っこですもんね。それが見てこんな感じで、捨て忘れてたやつが見てください、こんな感じで生きてる。これミソラオコ、こっから芽を出してます。これからほらすごい、こんなんですよ、こんな、これでも生きてる。はあ、だからちょっとね冒頭でも言ったけど、本当に大事にしてるやつは枯らしたりしてね、でこういうふうに、まあ大事にしてないわけじゃなかったんですけどね、こんな状態でも生きてる、そういったこともあるから、まあそういう意味でやっぱ多肉ってこうなかなかね面白いですね。はい、こんな感じです。あとねそんな感じでいけば、秋麗とかね、秋麗とかもポッと葉が落ちてたらね、そこからまたこう、芽を出してねとかいうことはこう結構ありますけどね。はい、多肉の生命力はなかなか強いなとねこう思った。今日はねそういった内容のこう動画になりました。動画の最後はですね、この葉釜のプランター、何回か切ったんですけど、やはりねこちらも、こういうねセダムがやっぱ勢い増しますね。これちょっとね枯れちゃってます、これがね。ちょっと後でやり替えますけど、はい、まあ、これはまだねこうありつつも、動画の大半がこう綺麗な映像じゃなかったからですね、これはまだ比較的こういい感じで、はい、見れるんで、こちらの画像を最後に、本日の動画を終了したいと思います。動画をですねいいと思っていただけましたら、チャンネル登録とか高評価していただけると、嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。